例の吉永さんさんがおられたんですよ。吉永さんに大丈夫ですか、バイト。はい、その当時です。僕1年生の時に3年ぐらいで、はい、バイトがいましたからね。僕は入ったりしました。綺麗な人でしたね。本当に。本当だってクラブがあれだもん。で、びっくりした。